皆さんおはようございます。今日は8月の11ですね。8月の11日の水曜日です。はい。鶴岡、昨日の夜中からすごい豪雨でですね、やっと今小雨になったような状況ですけれども、皆さんのところはどんな感じですかね。台風の影響とかなかったでしょうか。で、今日はですね、もずくのコリンキーを入れた酢の物をしたいと思います。材料はもずくですね。で、こちらきゅうりで、コリンキーと、あとこれパプリカ、これも可愛い形のしてるパプリカ、これを入れていきたいと思います。で、きゅうりはあらかじめ塩をちょっと振ってます。で、もずくも食べやすい大きさに切ってあります。で、まずコリンキーを切りますかね。こんな感じで切ります。よいしょ。そしたらパプリカを、で、こんな感じで種もありますので、ここは除いていきます。こんな感じですね。ね、赤い色とか黄色とか色のついたいるお野菜をしっかり食べてですね、免疫力を上げていきましょう。このパプリカは皮が柔らかいので、そのまま皮も美味しく食べれます。こんな感じですね。はい、ではここにですね、ボウルに、調味料を入れていきます。これ柔らか酢みつかん酸大さじ2杯と、だし昆布大さじ1杯 と、煮物とかする時の、味のついてる醤油、味のついてる醤油って変な言い方だけど、みりんとかしっかり入ってるお醤油です。大さじ2杯です。これにですね、きゅうりはちょっと水分を取っていきます。こんな感じですね。キッチンペーパーでちょっときゅうりは、よいしょ、はいですね。はい、で、ここにもずくを入れます。はい、で、あとはさっき刻んだコリンキーとパプリカ、パプリカは1回焼いてもいいですし、少し火を入れるとより甘くなるので、で、これで、で、すぐ食べるときはこんな感じで全部あえちゃいますけど、少し時間を置いて食べる場合は合わせ酢をちょっと取っといて器に持ってから少しかけてあげると味が、お野菜の水分飛ばないので、薄くなったところに、こんな感じです。すごく彩りもね、良くて、で、ここにですね、生姜の砂糖漬けを、
これ調理バサミはなんかあちこちパチパチって弾いてうまく切れなかったので包丁の方が良かったですですね。これを入れます。こんな感じですね。はい、ただこれで OK で、生姜の砂糖漬けなくてももちろんいいので、生姜のチューブのやつでもいいですし、少し生姜が入ると味も締まるし、体をポカポカ温めますので、体の中から温めてくれるというかね、よいしょ。で、ちょっと飾りに少しこんな感じですね。はい、こんな感じに出来上がりました。はい、で今日は、もずくの酢の物を、作りました。とても簡単で、さっぱりしてね、美味しいです。でちょっと、夏場で食べる量が少なかったりとかってした場合は、お砂糖の3倍酢あえとかでもいいと思います。今日はちょっとさっぱりしたいので、砂糖は生姜の砂糖漬けの砂糖をちょっとアクセントにしてみましたが、よいしょ、ドライフルーツを入れてもねすごく美味しいです。柿の干し柿か、干し柿とかね、そういったものでもいいと思いますし、干し柿はすごくカロリーもありますけど、鉄分とかもねありますしね、少し甘いめのがいいなという時はそういうのも入れていただくとよりいいかなと思います。今日もしっかり背筋を伸ばしてですね、口角を上げて頑張っていきましょう。笑顔をは免疫力を上げると皆さんおっしゃってます。私もそう思います。まずは、笑顔で頑張っていきましょうね。はい、ではまた明日お目にかかりましょう。ごきげんよう。さよなら。